ダメです、ダメです、ごめんね。うわー、無理、ごめん、ほんとダメだった。やれる気がしねえよ。え、こんなんじゃさ、黒田じゃなくてさ、白川にしとけばよかった名前。ほんとごめん、無能でごめん。そうだね、まあまあもっともです。ありがとう。まあこれぐらいのことは何でも思いつくと思いますけど。あ、そうだ、もしまだ私の経歴書に目を通していないならテストさせてもらおうかな。あ、なに。そう、観察力のプロデューサーから見て私はどれぐらいの年齢に見えます？ズバリ5名と18歳の高校3年です。観察力はあるんですね。安心しました。大丈夫、ちゃんと進学の準備もしてる。それにしてもよりによって私を選ぶなんてね。もっと可愛い子をたくさんいるのに。うん、その後の人生考えて一番リスクが低そうな子にした。成功はしなくていいの。うん。あ、そうね。ルックスはダメでも売り方のアイディア出しとかだったら貢献できるかも。了解。なかなか冷静なものの見方できる人なんですね。これは何かな。あ、信頼勝ち取れた。あ、よかった、よかった。へぇ。あっという間に一日が終わってしまった。うん、頑張った。うん。ファンの数？お父様とお母様とおじい様とおばあ様は応援してると思う。ファン一人、きっとおばあちゃんだ。テレビに出るまでは素人とは何ら違わない。活動3週目にテレビ出演を果たしたまえ。そしてまずはランク F アイドルを目指すのだ。今日はお疲れ様でした。さすがに一度会っただけじゃ完全には分かり合えません。そうだね。そうね。それじゃあまた次に。ボーカルの挨拶英語で言うと？これでいい？正解！とっさに聞かれてすぐ出てくるなんてやるわね。なんかもらった。最初のファンである俺からのプレゼント。あ、おばあちゃんとかじゃないんだ。家族は応援してないんだ。そうだよね、嫌だよね、芸能なんて怖いもんね。自分の娘がそんな世界に行くの緊張しちゃったな。これからリツコをトップアイドルに育てるのか。空耳やべえな。わあ、プロデューサー。もう急に大声出して驚かせないでくださいよ。ああ、ごめん。ノート PC で作業してたんです。今日
締め切りの作業を帰り道で急に思い出しちゃって。え、何の仕事？何やってんの？内職？応用か？あのね、どうして私がそんなことしなきゃいけないんですか？大体それはれっきとした犯罪です。私のこと何だと思ってるの？そう、まだ早かったか、こういうの言うの。貧乏なんだ。あ、ヤクザ経営じゃないんだ、ナムコプロ。なんでリツコこんなことやってんの？アイドル目指すなんて。現実から逃げてんの？プロデューサーはどうぞ気にせず先に帰っちゃってください。お疲れ様です。まあ手伝おうか。プロデューサーはジムの経験は？ない。帳簿をつけたことは？ない。ちょっと役に立った。よしよし。コピー機の使い方わかるのかな。黒だ。大丈夫だよね、黒だ。だから、あ、ミキちゃんじゃないか。かわいいな、ミキちゃんは。起こしちゃった、ごめんね。それ、ミキのおまじないよ、マスコットなの。もしかして、拾ってくれたの？うん、拾った。ミキ、欲しいミキなの。14歳だよ。はじめまして、ミキの王子様。うん。14歳で。わかった。王子様だよ。よし。黒だ、いくつ？ 14 歳に手出したらまずいよね。聞いてるの？すっごくいい声。好きな声かも。どこの飲み屋の姉ちゃんかよ。
ちょ、黒だ、女慣れしてないぞ、やばいぞ。あげたい。ミキちゃんは。おっさん、印刷に何分かかってるんですか。のんき、空なんか眺めちゃって。え、待ってたの？仕事を手伝ってもらったのに、お礼も言わずに帰るわけにいかないじゃないですか。一応待ってました。でも、こんなに遅くなるのなら先に帰るのが正解だったかも。ミキちゃんだった。ラムコプロは小さな事務所ですから、事務を担当してる私が知らないはずないでしょ。それにあの子、いつも事務所で寝てるから、私がよく世話をさせられてたんです。あ、仲良しなんだ。ミキはまだ正式なアイドル候補生じゃないんですけどね。ならいいってところ。才能だけなら、ラムコプロのアイドル候補生の中でもトップクラスなんでしょうけど、性格に、なんでアイドルとしての自覚って。何それ。わかんない。何アイドルの自覚って何わかんないんだけど。ちょっと待って、私アイドルのこと全然理解してない。何が大事なの？待って、私アイドルのこと全然わかんない。自分自身の実力を客観的かつ冷静に把握することは大切でしょ。ミキがすごいからって賞賛が全くないわけじゃないし、デビューする以上勝ちにいかないと。そのために必要な努力なら惜しみません。無駄な努力はまっぴらごめんですけど。いいの、そんな努力しなくて。はい、今日は足引っ張ってごめんなさい。この程度の挑発には乗らないか。プロデューサー、なかなか大人ですし、見どころありってところね。これからよろしくお願いしますよ、プロデューサー。そうやってすぐ調子に乗るところは子供っぽい感じがしますよね。それじゃあ今日は失礼します。お、送っていきたい、送っていきたい。高校生をこんな、やだやだやだ。高校生送っていきたい。よし、じゃあ今日はこれくらいにしておこう。ああ、高校生こんな時間にお外とか怖いから送っていきたかったです。終了します。よし。続きはまた次回やります。